ちょっと消毒を取ってきます。そこにあるんだけど、こんばんは。私は本日もぐもぐショールームをします。もうお腹が空いたんだ。ちょっと待って、レッスンっていうか自主練だけど、よいしょ、実はチャーハンがもうめちゃめちゃ美味しそうな、美味しそうだったので、チャーハン、あとこれ、これずっと気になってたんですけど、知ってますか、これを買ってきました。ちょっとだけね、でもこれが一番食べたかったの。イタリアのなんかさ、徳永シェフってっていう方が監修してらっしゃる、チラミス、これ、まあまあまあキスバイエイト頑張ったしっていう公演も頑張るしいいかなと思って、最近自分にご褒美を買ってなかった。自分にご褒美イコールスイーツなんですけど、私からティラミスを買ってきた。これでも低いか、ちょっと待ってください、これ上げようかな。うん、高いな。これいいや。まあいっか。それうまい。絶対美味しいじゃん。これはあの死刑囚の番号、あの。これの、わかんないか、ハリポタの、ハリポタに出てくるやつのやつです。見たことない、この人。そう、なんかそんなやつ。野菜なんで、今日 iPad 持ってないよ、これスマホでよーん。ちょっと鉄分を摂取します。死刑にはならない、あの冤罪をかけられて捕まっちゃったんです。いただきます。もうお腹が空きすぎて帰宅まで持たない、そういうことです。どんな味これね、マンゴー、マンゴー味です。これよく私が飲んでるやつ。マンゴー好きな方はね、めっちゃ
好きだと思う。もうね、超マンゴー、超マンゴー、普通にね、鉄分とかクエン酸とかそのちゃんとね、あれはあるんだけど、マンゴー、マンゴージュースって感じよっ。あー、チャーハン、そして豚タン塩レモン、ね、タン塩レモン、あー絶対美味しい。これずっと食べたかったけど、後で買いに来ようと思ったらないっていう状況がずっと続いてるとです。いただきます。いただきます。これはチャーハン、これはタン、なんか豚タン塩レモン、はい、水分、そうこんなある、なんかさ、ちっちゃいシリーズあるじゃないですか、こうなんか小鉢みたいな、それのシリーズ、この手のひらサイズので置いてありました。そう、おいしい、おいしい、とてもおいしい。ネギが入ってるから、これネギはあれか、おまけか。これはね、もやしだよ。もやし？豆もやし。
すごいもやしが。イタリアフェア高いけどうまいよね。だからね、あと気になってるのカルボナーラ。ミステイク。そのシャツの写真シリウスブラックか。わかる？そう、わかる人がいた。シリウスブラックで後ろにね、あの写真があるのよ。いただきました。うんふん。お野菜もって言いながら、これ普通にね、普通に気持ちだけ。うん、ザリングさん、キススタンプありがとうございます。お、すごい、キスバイエイトの時にちょうどよかったじゃん。カルボナーラがね、ある。カルボナーラめっちゃうまいよ。え、絶対美味しいよね、あれ。野菜ジュース。これは砂糖直塩不使用。すごいよね。腐らさないようにして。ビタミン C のやつが入ってるけど、マッサーのアナさん、初見ありがとうございます。うんうん。私飲み物で取っちゃうんですよ。だから甘いものでもスイーツもいいけど、甘い飲み物って持ち運べるじゃないですか。だからいつもね、ミルク、甘いもの食べたいなって思ったら、なんか甘いもの欲しいなって思ったら、その飲み物を買っちゃうんですよね。そう、ミルクティーとかカフェラテとかなんとかジュースとかを買っちゃうんですよ。うん、そうね、炭酸はあんまり変わらない。たまにコーラが飲みたくなるけど、なんかちっちゃい缶で十分って感じ。うん。だな、私は。そう、炭酸。もうね、でも気になった炭酸のやつがあったら買う。あの、例えばなんかさ、桃のさ、超桃味が濃いやつあるじゃん。確かめっちゃ前に飲んだけど、それが絶対美味しいやんと思って買っちゃった。もうめっちゃ美味しかったけどね、普通に。そう、うん、
200日。ティラミスまだ田所さんハート、お姉さんかわいいスタンプ、花束パチパチスタンプ、 MT ゼロさん1200日おみスタンプ、あの人最高スタンプおと1200日タワー、ありがたわー、嬉しい、ありがとう、たかが1200日なのにありがとうね、ありがとうニオン、乳酸菌1000倍コサイダーとか、え、飲んでない、うん、あんまりでも炭酸コーナーを見ないかもしれない、 目が普通のジュースかお水とかお茶が置いてある場所にしか行かないから、割とあとはもう私こういうのが、こういうあのカフェオレとかそういうのが置いてある場所が好きなんですよ、ミルク、なんかいちごミルクとかさ置いてある場所あるじゃないですか、こういうのが置いてある、これそのところをよく見ちゃう、しんごさん1201ありがとう、うん、ブラックコーヒーはね飲めない、カフェラテかな、カフェオレかカフェラテ、うん、オムライスさん1200日タワーありがとうございます、タワーちょっと紙を持ってないもので今ごめんね、ありがとう、コーヒーは甘いのが好きです、ポーズもタワーポーズ、石広さん戦略日曜日スタンプありがとうございます、うん、結構ね量がある、だって結構深いでしょ、この辺からこの辺まで入ってるからさ、割とお得かもしれない、チャーハンこれで400円です、お得かもしれないチャーハンのおにぎりを、うん、5個分ぐらい入ってるくない？多分。うん。たっぷり。意外とたっぷり。お家のご飯の時も甘いのでるの？お家のご飯の時はルイボスティーかジャスミンティーかお水です。セシさん、1200日お水タブありがとうございます。安いよねこの量で、でも私は普通に今日はチャーハンの誘惑に負けました、見てたらチャーハンがあってで美味しそうと思って、でもそこからチャーハンがずっとこの辺にあっていろんなの見たけど結局チャーハン買ってた、気づいたらって感じ、添加物気にするって言った気がする、これでも言うてなんかご飯添加物もいっぱい入ってるっちゃ入ってますけど、悪いのは入って、その悪いのが何個かあるんですよ、例えば
よくあるのは梅干しとかしば漬けとかに使われてる赤色102号っていう赤い色素みたいなやつ、うん、チャーハンのおにぎりめちゃくちゃ好き。マヨネーズと味玉が入ってる。そんなのある？しゃっくりが出る。パラパラ派？逆にチャーハンってパラパラしてないの？パラパラ派？パラパラ派？私でも中華、やっぱ中華料理屋さんとか、あとラーメン屋さんのチャーハンがすごい好きですあんまりお家のチャーハンも好きだけど、ラーメン屋さんと中華料理屋さんのさ、チャーハンってさ、なんであんな美味しいんだろうね。これもめっちゃ、なんかさ、これはラーメン屋さんのチャーハンの味がする。美味しい美味しい、ヘルシー、ビタミン C。 でも言うてね、これそんなに悪い、超悪いみたいなやつはあんまりね。あんまり私が避けたい、個人的に避けたいのは避けてます。そうなんです。パパチャーハン、パパチャーハンね、よく作る。ちゃちゃってできますしね。黒胡椒がたっぷり効いてるチャーハンが好き。わかる、私黒胡椒好きなんですよ。そうだから、なんか黒こそハンバーグとか、それこそさっき言ったカルボナーラとか、ハンバーグとかカルボナーラとか、あとはあれも好き、ウインナーとかにもブラックペッパーをわーってかけちゃう。そう、シャキツナチャーハンしか、わかる、めっちゃ美味しいよね。そうなんですよ、3年も毎日やって、すごい。もう3年だっけ、300、もう3年か、早いね。いつで3年だ、もう3年経ったんだっけ、もう3年経ったの、どういうこと、 1,2 もう3年経ってか、早いね。初見です、ありがとう。クーマラさん、初見ありがとう。ラーメンに黒胡椒は絶対かける。でもラーメンは最後にかける、味変で。カルボナーラ、わかる。カルボナーラってさ、なんであんな黒胡椒が合うんだろうね。もう私さ、もう全力でガリガリするよ、黒胡椒。カルボナーラはもうね、絶対ですね。あと、なんか、ジョイフルっていう、九州で有名な、その、関東でいうジョナサンみたいなファミレスがあるんですけど、安くて美味しいやつ。あれに、ペッパーハンバーグっていうのがあって、ペッパーハンバーグ、もう大体宮崎に聞いてもらったら分かると思うんだけど、ペッパーハンバーグをいつも頼むのね、私。で、そのペッパーハンバーグにペッパーをかけるっていうペッパーハンバーグにまたかけたりしましたけど、ペッパーハンバーグはもうマジでペッパーがブワーってかかってきて、それが好きなんですよ。で、それで多分ペッパーにはまっちゃって、だから普通のハンバーグとかにちょっと黒胡椒とかが置いてあるお店だったらちょっとかけちゃうね。ちょっと食べて、ちょっと味変でかける、いつも。横浜で学習会あった時、終わったから中華街に食べたりしたら、してないね。中華街は本当に一人で、
人でね、この前行きました横浜で、チューリップを用事がちょっとあって横浜にで、用事終わってで、ちょっとでも用事終わったのがね、12時、お昼の12時とかで、13時とかで、でもなんかもなんかそのままこう何事もなかったように立ち去るのはちょっとあれだなと思って、でなんかしたいなと思って中華街を歩いて写真撮ったり、あと中華街を歩いててすごいなんかさ、横浜のなんか中華街あたり近辺でさ、超お花がさわーって咲いてて、なんか素敵な街だなって思った。横浜にのなんかその辺に住んでみたいなって思ったぐらい、なんかさ、なんとか公園、なんかなんとか公園、チューリップが有名な公園知ってます？横浜のなんや分からんけど、なんかなに公園だったか忘れちゃったけど、山下公園かな、なんかあの球場かなんかの球場かなんかのなんかほとりじゃない、なんか球場のと直結してるようなとこ、山下公園かな多分、それそこに無意識で山下公園っていうもな、公園の名前はあんまりわかんないけど、あ、そう、スタジアムがあるとこかな、山下公園ですね多分。でなんか私結構時間が空いたら広い公園を探すんですよ、近辺の超広い公園だったりを探して、そう、公園探して公園って公園探して公園に行くんですよ、歩いて。え、イタルさん1200日タワーありがとう。公園に行くんだけど、とりあえずでっかい公園があったからそこ目指してみたのよ、ちょっと休憩、その目の前にスタバがあったから。で私はお誕生日プレゼントにお友達とか、そうなんかいろいろ関係者の方々とか、関係者っていうか普通にお友達、関係者じゃない、知り合いの人からなんかお誕生日プレゼントって言って、でも直接渡すの結構厳しいじゃないですか、だからみんなから結構な数スタバのギフトカードをいただいて、でそれで食べの、それで飲もうと思ってスタバを買って公園に行こうとして、公園を目指していましたところ、もうなんか本当に途中からチューリップの量がえぐい道路に出てきて、で私チューリップとバラと桜が一番好きなんですよ、お花の中で。そうだから、うわチューリップだと思って感動して、でなんか山下公園の目の前にさ、片側2車線か3車線ぐらいあるでっかい道路がないですか、2車線かな、2車線かもしれない、あるんだけど、そこにブワーってこうチューリップが咲いてて、そこだけかと思って普通にチューリップの写真撮ってスタバ行ったら、スタバ出た瞬間にチューリップがブワーって咲いてて、でえ、やばーと思って、すごいテンション上がって、もう一人でねずーっとしゃべって一息ついてました。でもそこしか行ってないんですよ、だから中華街は通っただけだし、あとはもう山下公園行って帰宅しました。そう、
日本大通り、え、にそう有名なとこなの？すごい無意識に有名なところ行ってる。私無意識によく行くんですよね。すごい、実はすごいところ。この前も無意識になんかでっかい公園あるわと思って行ったら、赤坂御所の隣の素敵な公園で、思わず宮崎に電話しました。電話したら連絡して、え、待って、あ、皇居か、皇居の隣にさ公園あるじゃん確か。そう、あそこに来てたみたいで、隣皇居らしいよって言って、すごいなんか嬉しかったです。嬉しかったです。今バラ見れんの？行くしかないでしょう。綺麗な花あったら。で、私ね容量がないから、いい感じの画角のやる。北の丸公園、あ、それ北の丸公園に行き、不意にそのお名前はね、あんまりその有名な場所とかじゃなくて、普通に大きい公園が好きだから調べて行ったんだけど、すごいなんか素敵な場所でした。日比谷公園、わかんない、何公園って言われてもね、なんか無意識で行きすぎて、どこが何公園かわかんない。武道館あるとか、あ、そこも行った。北の丸公園も行った。え、そことそこが一緒か。そう、北の丸公園は、そう、メールに北の丸公園っていうところにね、来たらすごい場所だったよみたいなの書いたから覚えてるんですよ。そう、バラ見に行きたい。東京でバラが有名なとこってどこ？なんかさ、友達がさ言ってたんだよ、超なんかバラとかなんかなんやかんやお花がいっぱい咲いてるところに行ってて、いいなぁと思った。でもどこかわかんない。ローズガーデン、でもなんかバラだけじゃなかった、なんかいろんな写真撮ってた、あのバラのさ、こういう、あのこういうやつで、ここ通れ、人通れるよみたいなやつとかそうそうそう言ってて、アーチとかもあったし、普通にバラじゃないよなんかやつもめっちゃあった。旧小川庭園、古川庭園、何それ、昭和記念公園、昭和記念公園一番行きたいんですよね今、公園の中で私公園マニアかもしれない、もしかして。そう、大きい公園が好きなんですよね。
なんか落ち着くんだよね、すごく。大きい公園で、しかもちょいちょいちっちゃい子が遊んでたら最高。その風景が好きなのかもしれない。人多すぎたらちょっと嫌だけど広い公園、平日のお昼とかに行くとさ、あんまり人いないじゃないですか。そう、平日のお昼とかに、お昼過ぎとかに行くとちっちゃい子たちが遊んでたりとかするじゃないですか。その光景とか、あの芝生が好きなんですよ。バーって芝生広いかったりすると好き。肉フェスとか開催することあるよ。え、そうなの？総合公園ってわかる？松山のあのあれ、お城の前の城下町っていうか、お城の目の前のところ、もしかして。一番は博多の渓谷公園。渓谷公園大好き私人多いけど一番好きってこと？葛西臨海公園、え、行きたいんです。葛西臨海公園も行きたいし、昭和記念国営昭和記念公園も行きたいし、あと私今一番行きたいのは新宿御苑。琴の葉の庭っていう映画があるんですけど、それのね舞台にもなってるんですけど、めっちゃ行きたいんです。あんまり好きなのに山より海派なの。お花、そう、お花と海と空と水、透明が好きです。そう、新宿御苑一番行きたい、公園行きたいって疲れてるのねいや公園がね好きなんですよ私。けどなんか人と多くても2人3人、多くて吉田と宇多田がいいそう、あんまり大人数で公園には行きたく、そのなんか遊びに行こうぜみたいな感じだったらいいんだけど、ゆっくりしに行こうって6人ぐらいで公園行ってもゆっくり休めないんだよね。だから吉田と宇多田か誰かメンバー1人か友達か。新宿御苑行きたいね、マジで行きたい。雨の日の新宿御苑、でもさ映画では雨の日なんだけどさ晴れがいいよねやっぱ新宿御苑はなんか、なんて言うんだろうな、なんかでも超広い芝生のエリアがあったり、お花が咲いてたりっていう、なんかいろいろあるから、ちょっとぜひ500円で行ける。公園に行く目的とは、わかんないんだよね。でも気づいたら公園行きた、これ行きたいんだよね。お城じゃなくて南江戸の方、わかんない、どこだろう。総合公園、井の頭公園のボートに挑戦してね。あー、井の頭公園ね有名ですよね。池袋の西部の屋上がお金持ち、お花持ち、そうなの？そう、どこに行ってたのか分かんない。サヤリン、いやサヤリンも行くサヤリンともどっか行くんだよね。すぐ予定立てるし、2人ですぐやろうって言える距離っていいよねやっぱ。そう、吉田と宇多田とかサヤリンとか本当にね、うちらちょ 急なところもあるんだよね割と。それに一緒に乗って行こうぜって言ってくれる人が最高だと思う。うん、
もう普通になんか普通に上野公園、上野公園も好き。私上野公園のスタバがすごい、すごいなんかスタバのテラス席が好きなんです、あそこの。お疲れ様です、ありがとうございます。おしゃピクしたいな。おしゃピク夢見るでおしゃピクしようかな。上の声にスタバあるよね。そう、じゃその辺に行った時にその辺に行った時にちょうどスタバがそこしかなくて、近いところが。そうで、多分ちょうど上の公園の周りを歩いてたんだと思うんだけど、あ、スタバあるじゃんと思って入ってみたら上の公園だったらしくて、すごいなんか素敵な場所に入っちゃって、と思ってパッて見たらスタバがなんかすごいなんか大きいさ、美術館がありますよ。なんか美術館への道がバーってあって、公園から美術館への道が、上野動物園から美術館みたいなところまでの道がブワーって広いところがあって、そうそうそう、そこにカフェとかそのテラスカフェみたいなやつもあったり、あとね、そうスタバもあったり、そう、あの空間がすごく好きでした。スターバックス以外に他に有名なカフェ、スタバ、ドトール、あんまりわかんないな、ドトール、あとなんだわかんない、あんまり、ドトールは知ってる、エクセルシオールは分かんない、私本当に結局スタバに行っちゃうんだよね。あとドトールドトールはたまに行きます。ベローチェっていうとこも有名らしいよ、分かんないけど。ルノワール、ルノワールいっぱいあるのは知ってるけど行ったことないかも。そう、いつもあのスタバのカスタムをしに行ってますのでね、私。そう、インスタにカスタマーさんがいっぱいいるんですよ。インスタグラムにスタバカスタムとか調べたら、それ用のそれ用のアカウントがあったりして、そこで見てそれを作るに行くのが好きなんです。画面見せたの、画面見せたことあるんだけど、画面見せたらさ、店員さんがこういちいち読んで打ってっていうのをしなきゃいけなくて、めっちゃさ時間かかったの。だからもう全部読むことにしてる。でも全然読んだ方が早いしね。あ、コメダコーヒーも知ってる。コメダコーヒー一回行ったことあるかも。
双葉は有名、星のコーヒーも有名。あ、なんか猿、なんか猿、なんかあるよね、猿、猿なんちゃらみたいな。そう、猿だ飛行みたいなそんなのないっけ、なんかあるよね。愛媛で行ったカフェマーズさんマーズカフェ、カフェレストマーズさんに行きました。あとはあと、あ、赤レンガ、赤レンガってとこ、赤レンガってとこめっちゃ好きだった、私雰囲気が。なんか、え、わかる人いるかな、なんかさ、大街道あたりの芋ピッピーよりちょっと芋ピッピーまで行かないところに、あれだよ、鯛めしの赤っていうお店の隣にあるんだけど、レトロなカフェがあって、もうあの赤レンガっていう名前の通り赤レンガがバーってあって、赤レンガでできたようななんかカフェがあって、で入るとなんか昭和にタイムスリップした気持ちになる、昭和かなんかわかんないけど、すごい昔の空気が流れててすごい素敵でした。あとお客さんも皆さんなんかおじさまおばさま方が、いや、おじいさまおばあさま方がすごい楽しそうに、しかも多分常連さん同士なんだよね。で、あー今日も来たかみたいな感じで話してて、なんか素敵だなって思った。なんかこういうカフェをね、カフェを経営したりとか、こういうカフェの常連さんになったら楽しいんだろうなって本当に思いました。これ噛み切れないんだよね、あんまりそう、入りづらくは全然なくて、でもいや、なんかそのおじいちゃんおばあちゃん方が笑い合ってて、でイメージ的にはあのあれだよ、昔ながらのナポリタンとかができてくるようなお店。そう、ちょっと今度インスタにあげますね。うん、本当にね、しかも超素敵な写真が撮れた。純喫茶って何かわかんないけど、純、うん、なんかあとね、ケーキとお茶セットみたいなやつを私は頼んだんだけど、そう、20日とケーキとお茶セットみたいなドリンクセットを頼んで、私は抹茶ケーキと、でもケーキとドリンクセットで600円だよ、安くない？そうだから ケーキと、私はあと紅茶、お紅茶、あ、違う、あれ何て言うんだっけ、多分アイスティーかも、はい、私はお抹茶ケーキと、あの安いね、そんなしかもめっちゃ美味しかったの、ケーキも。だからケーキと私は冷たいお紅茶いただきまして、宇多田ちゃんはチーズケーキとあったかいお紅茶にしておりました。私紅茶頼んだっけな、多分神保町サボウルっていうんだ。そう、おまけになんかその雰囲気も楽しめるし、なんかすごい良かった。あそこちょっと通いたい。あとね、
なんかそのさ、やっぱ喫茶店とかってさ、一人じゃちょっと入りにくいじゃん。私もさ、東京の街を歩いてたりとかしたら、すごいレトロで素敵な喫茶店とかカフェを見つけるんだけど、一人じゃ入りにくくて、あの写真とか、写真じゃない、一回メモ、ここだってメモるだけメモってとかにするんですよ。だからそうなんだけど、赤レンガはなんかめっちゃ入りやすくて、そう多分これ一人でも来るだろうなってとこ。まあ宇多田もいましたけどね、二人でねすんなり入れた。そう、素敵な場所でした。ちなみにジョンマイラブの天野さんとかもね、あそこ好きらしいです。すごいね。ナイスキャッチ。今何時？昔ながらの喫茶店で分厚いホットケーキとか食べたい。うわー最高。一人の人が多いから入りやすそうだけどって思うじゃん。でもなんかこうドアを開けるまでができないんだよね。多分開けちゃったらいけるんだけど、私意外と陽キャ気質も持ち合わせておりますので、そう、開けるまでがね、なかなかねドキドキしちゃうんだよね。7時46分。赤レンガ行ったらワンチャンある。坊ちゃん劇場に来たら絶対あるよ。そう、私さん、最後の漂流ダンスの時に本当に端から端までみんなと目を合わせれるようにしてるんですよ。こう見たりとか、こっち側からこう見て、で前からもこう見てみたいな感じでイメージでやってるから、うちはなんか持っちゃってたらもう超目立つからね、超目がいくよ。おいでなされ、いて。でも言うて、逆に東京のすごいレトロなカフェとかあったら教えてほしい。まあ、ここで教えていただいても多分すぐ忘れちゃうから、え、なんだっけってなっちゃうからあれなんだけど、前学校で行った時、漂流中で言いたかったけどコロナで言っていいのか分からず言いなかった。そう、声はね出しちゃいけないんだけど、でもあのライトの振り具合でね本当に分かるよ。一回ステージからの映像を見てほしいぐらい、あのライトが光ってるからさ、前の方はだったりちょっと客席の明かりがふわっと明るいのか分かんないけど、お顔がね結構見えるんだよあの時。でもやっぱり前の方は見えるけど、後ろの方はもうね漂流ライトが明るすぎて多分あんまり見えないんだけど、
でもライトの振り具合ですごい楽しそうなのが伝わってくるのよ、意外と。このなんか回し方とかそう、ライトがこう動いてたら、あ、楽しんでくれてるなってわかる。そう、すごいね。ちょっと一回ステージからの景色見てほしいぐらい。うん、うん、これはごちそうさまでした。漂流ダンス、というのは一回 YouTube で調べてみてください。そう、学生さん、学生さんすごいね学生さんなんかね、あ、絶対この子ムードメーカーなんだろうなって子が一人いるよね、絶対。いや、一人以上いる。でも女の子は意外と、女の子みんな友達と楽しそうに振ってくれてて可愛いって思いながらやってたり実はね。ミスはお主催の人たくさん、え、そうだよね、意外とみんなお主催にしてくれててありがとうございました。ナミさん伝わったって思った。うん、伝わった。めっちゃ手作りのうちを持ってきて、え、います、います、結構。あのね、あれだな、漂流中になったら皆さんペンライト出してください。え、ペンライトじゃない、漂流ライト出してください、ライトつけてねみたいなところ時に、うちわも一緒に出して、こうやってうちわと一緒に踊ってくださる方とかもいますね。この前はね、翔太さんのうちわ持ってる方とか、うん、あとは直哉さんのうちわ持ってる方とかいますね。でもあの漂流の時だけちょっと出して、で漂流楽しんだらもうお膝にずっと置いてたりとかして、なんかすごいマナーとか素敵だな、マナーをわきまえ、場をわきまえつつすごい楽しんでて素敵だなって思う。うん、そう、学生さんはね、絶対野球部じゃんって子たちとかがすんごい振ってくれたですよね、たまに。なんか全力、もう本当に全力で漂流中って感じ。うん、私の方が笑っちゃうもん、ニヤニヤ可愛くてよし、オッケー。すごいなんかね、そう可愛い、すごい可愛い。いやね、ちょっとね焼けてる子とかなんか明らかにムードメーカーなんだろうな、この子って子もいますよね。この前もね、超土線にすんごい元気な男の子がいて、めちゃめちゃ静かに見てくれてて、すごい拍手もね、すんごい拍手してくださったりかと思いきや、漂流中の時にはもう本当にすごい漂流してくれて、すごいなんか素敵だなと思った、うん、な、後ろのね、女の子たちもね笑いながらね、なんか多分見えたんだろうね、暴れてるのが。そう、もう全力で、でと、両サイドの子たちも多分仲いいんだろうなと思った。両サイドの子たちも、おいおいお前振りすぎだろみたいな感じで一緒に振ってくれててなんかいいよね、ああいう時期って思った。で、後ろの席の女の子たちもすごい振るじゃんみたいな、ニヤニヤってしながら
楽しんでくれてて、そう私の方がニヤニヤしちゃう、可愛くて。そう、学生さんは元気な方多いね。けどね、学生さん学校観劇っていうの、学校観劇もう結構私やらせていただいてるんですけど、学校観劇以外も普通に一般の皆さんが来てくださることもたくさんあって、そう一般の方々はね、逆に ABC ダンスもやってくれるからすごいなって思う。あれだって覚えるの結構難しくない？そう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 。え、常連さんもね、常連さんは逆に後ろでも ABC やってくれてる。意外と視線のこの辺で見えてんのよ。意外とね、あ、やってくれてる、やってくれてるって。そう、それが本当に嬉しい。し、若い方々。学生でもう一回見に来ましたって方々とかもだし、常連さんで仲いい方なのかな、なんか普通に奥様方がみんなで漂流しに来てくださったり、なんか素敵な劇場だなって本当に思う。ね、こんななんかすごい県民とかすごい愛されてる劇場だなって本当に思いました。井川さんのせいで本当に柳瀬さん本当にもうなんか途中からすごい面白いよね。え、さすがだなって。もあの なんて言えろ、あのなんかあの人柄をしつつしっかりやるところは、なんかしっかりっていうか、なんかなんて言うの、決めるとこは決めるじゃないですけど、すごいなって思う。愛媛の学生さんたちが多いかな多分。私の時は愛媛の県の学生さん方がたくさん来てくださいました。ご婦人がたくさんいらっしゃってびっくりしました。え、そうだよね、本当にね。そうそう、あと何回も見に来てくださったり、ありがたいです本当に。ABC ダンスもそう、私たちさん、てっちゃんたちがね、説明をしながら踊ったりしてるのがあるので、ぜひ見てください。ジョンマイチューブで上がってます。うん。学生さんはね、意外と四国全般から来たりしますね。そう、その中からこうなんか将来演劇やってみたいな、でもね、なんかこう演技とか舞台にすごい興味が出ましたっていう学生さんの
学生の子たちからのメッセージとかが届いたりしてて、すごいなんか嬉しいですね。そうそうそう。とかチームエイトがを好きになってくれるきっかけにもなったら嬉しいなって思う。やっぱてっちゃんの姿しか見てないけど、インスタとかを調べたら実はアイドルしてたみたいな。ちゃんと、うん、仰天もで、仰天もね、で、そう、ひかちゃんがひかちゃんがね一回お休みしてるので、ひかちゃんの代わりにぎょうちゃんが来てくれた。舞台見に行くなんてなかったけど、今は社会見学で行くのか。でもね、愛媛は結構あるっぽいよ。なんか愛媛、ルンバも言ってたけど、私も学校観劇あったよみたいな。そうなんやってなって、逆にみんなないのってなったから、あんまり高校とか中学校とかでは観劇には行ってないかもって言って、そうなんやみたいなね。らしいですよ。でもいいよね、学生の間に演劇に触れると、なんかいろんなものがさ開花しそうだよね。遠足って名目で観劇に行った。なるほどね。確かに。それいいね。工場とかダム見学。でも多分坊ちゃん劇場が有名で、坊ちゃん劇場があるからこそのそういう活動だと思うんだよね。やっぱりさ。そう、やっぱり有名な、なんか岩手に何座だっけ、ちょっと忘れちゃった。かえさんとかがいらっしゃった、かえさんとかライニーとか柳瀬ちゃんだってやばい、柳瀬さんね、かえさんとか、かえさんとかライニーとか柳瀬さんとかがいらっしゃった劇団、なんとか座、何座だっけな、わらび座っていうのが、あの岩手だっけ、秋田かな、秋田だね、秋田にわらび座っていうのがあるんだけど、で今のジョン万次郎、おばらっちって呼んでるけど、小原さんもそのわらび座に影響を受けて演技を始めたらしくて、そう、なんかちっちゃい頃っていうか学生の頃見に行って、すごいそれに惹かれたらしくて、だからそのなんか有名なこう劇場とかがあるところはやっぱりそういうのが盛んなのかなって思った。佐賀県はないからね。
そう、岩手出身ですね。確か。そう、たまにね、家族で見に行ったりとか、学校で、学校、なんか学校観劇をしに、学校観劇はしてないのかな？なんか家族で見に行ったりしてたらしい。友達と見に行ってたりとか。それもすごいよね。だってなかなかなくない？友達とさ、演劇見に行くっていう習慣が。うん、ね、村井さんもまず天野さんもなのか。そう、ライニーこと、ライちゃんこと、ライニー、ライライちゃん、ライさんこと村井さん。移動教室とか修学旅行どこに行くの？学校にやるんだよね、結構。沖縄行く高校とか、沖縄行く中学校とか学校もあれば、東京とか大阪とか京都とか。でも北海道が結構多い。北海道に修学旅行で行って、スキー研修が入って組み込まれてるとことか。うん、何、チャグチャグ、何、うまっこ、何これ、何それ。北海道でスキーは、え、マジ、もうね、みんな北海道行ったり。でもね、公立の子たちは北海道とかが多かった。北海道、東京が多かったけど、そう。でも海外に行く高校とかも多かった。アメリカとかね、あと韓国行く予定だった子たちとか。でもそう、みんなコロナでね、行けなくなっちゃって、東京に変わったりとかしてたんだけど、そのなんか行き先が選べたりとか、オーストラリアとかカナダとか、なんかいろいろありました。うん。アメリカ、でも海外も結構ない？海外の修学旅行の人結構いたんだけど、うん、私立かな、確か。私立じゃなかったか、あれは。私立じゃないかもしれない。私立じゃないわ。そう、でも割と海外は多かったかもしれない。うん。あ、だったり、ね、私立かもしれない、多分。だったりね、なんかあの関西を全県回ったっていう高校もあった。友達の高校でね。ほうほう。今何時？なんか全県って言っても1日ずつ泊まるとかじゃなくて、
大阪に京都に泊まって、でこの日は神戸っていうか兵庫とかにこうバスでちょっと有名どころなんかその予定が組み込まれていて、でそこにバスで行ってみたいな。8分か。マジの中いっぱい。でもティラミスを食べたい私は。やばい、冷やしとけばよかった。やっぱティラスってティラミスにはカフェラテでしょ。翔太さんが教えてくれたティラミスのお店まで行けてないんだよね。翔太さんと天野さんがおすすめって言ってたティラミスのお店があるんですよ。でも宇多田と言ったらなんか空いてなくて、うん、ちょうど定休日でした。そう、定休日水曜日って書いてあったはずなんだけど、なんか火曜日に確か行って、火曜日なんか休みって書いてあって、あ、休みじゃんっつってで歩いてたら赤レンガがあったわけですね。そう、でも赤レンガに出会えたからよかった。ちょっと休憩しようかな。え、8時？ちょっと待って。今な、え？どうしよう。身長は155です。ちょっと休憩。もっと大きく、そうなんだよね。2センチ高いのね。何が？見た目より小さく、え、マジ？大きく見えるってことがって言われる。よく160とか160超えてるかと思ったとか結構言われる。なんでかわかんないけど160顔いや、ほんとなんでかわかんないけど、すごいねえ、ちっちゃいね意外とって言われることが多い。え、しーちゃんにも言われたかも。あの、しーちゃんってしおりさん、ジョンマイラブの菊間役をやってるしおりさんなんだけど、そう、そのなんか神奈川にね、ジョンマイラブの皆さん見に来てくださったんですよ、神奈川に。そう、神奈川ツアーだわ多分に見に来てくださってた方とか結構いて、で撮影タイムとかで多分ね、撮影タイムかわかんないけど、身長だから意外とちっちゃかったって言われて、意外とちっちゃいんだよねって。うん、貫禄あるねん、貫禄ある160顔。昨日見たあやねちゃんと同じ、あやねちゃんよりは高いかな。うん、ピニャコいる。そう、ひな、まあでも同じぐらいかな。ひな子、ひな子8じゃないっけ、583だっけ、あ、3か、わかんない。大西より、大西さんたまに靴で超持ってますからね。この前めっちゃ身長伸びてないと思って、ちょっと見上げる距離だったんですよ。ちょっといつもは少し見上げる距離だったけど、結構見上げるから、身長伸びたとか言ってと思ってたら、靴でめっちゃ5センチぐらい持ってました
で5センチぐらい持ってたから、え、持ってるやんって言って写真撮った。あれかな、ラジオの時だわ。ラジオの時に鬼盛るやんって言って、そう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 、すごい2人でそれで盛り上がった。いやもう、ね、インソールとかじゃなくて普通にゴリゴリにヒールっていうか、その靴底が5センチぐらいある靴履いてて、そりゃそうなるわなって言って、ひーちゃんと同じ、ひーより低いです私多分。わかんない、多分ちょっと大西とひーちゃんが同じぐらいじゃない、ももちんと多分。あ、待って、写真撮るの忘れてた。ハッツのが大きい、ハツカのが3センチぐらい、多分158とかだよね。ちょ、一瞬待って、一瞬だけちょっと待ってくださいね。写真を撮ってきます、1分待ってください。 OK、 夢見るの身長はどんな順、川原、宇多田、吉田。あんまり高いヒールじゃなくてね、もう厚底が、あの厚底のタイプ、厚底履いてた。多分私が一番ちっちゃいじゃないかな。いただきます。カフェラテも開けよう。どうしよう。背筋をよく、ご飯を食べましょう。姿勢をよく、ご飯を食べましょう。160、ヒーが158。あ、そうなんや。いて。でもわかんないんだよね、私さ、高校から測ってないんだよね。高校？中3から測ってないんだよね。あ、お家のね、柱に、お家の柱に、こうさ、こうやってさ、こうやってやって印つけてんの。測って、毎年お誕生日に。そう。の時に158だった。8じゃない、155。え、でもね、高2の時で、高2の時から忘れてんだよね、多分。そういえば、そう、私さ、お誕生日8のコンサートとかやってるじゃないですか。いっつもするんだよね。弟とかは、なんか弟妹はね、あれ測るんだけど、普通26の声で、ありがとう。できるかわかんないけど、ありがとう。160はないね。宇多田よりちょい、本当に2センチ。いや、わかんないな。見てる限りはね、同じぐらい見えるからわかんないんだよね。158いってるかな、もしかして。全然測ってない。いただきます、ティラミス。よし、おいしそう。
身長順に並んでる。でもね、意外とね158ぐらいになってくるとね、みんなちっちゃい子たちが多いから、そう、私でもの真ん中ぐらいじゃない、ちょうど。何がどう入ってんのか分かんないけど、美味しいのは分かる。うん、おー、うん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 。一番下のがちょっとほろ苦いコーヒーのペーストかもしれない。そう、私ティラミスさ、本当にここ2年前ぐらいまで食わず嫌いしてたんだけど、うん、うん、そう、なんかチーズケーキを、チーズケーキがなんかチーズ、なんていうの、チーズじゃない、チーズっていうかさ、チーズじゃないですかでチーズのスイーツがあんまり得意じゃなかったんですよ。だからチーズって聞いて、あ、チーズか、じゃああんまり得意じゃないかもしれないと思ってたんだけど、あのカフェ行った時になんかケーキ食べたいなって思ったらティラミスしかなくてっていう時があって、じゃあこの際ティラミス食べろってことだよねと思ってティラミスを頼んだんですよ。そしたらもうめちゃめちゃ美味しくてびっくりした。一番下のはほろ苦いなんかコーヒーシロップみたいな。チーズケーキは美味しいんだけどさ、チーズケーキは美味しいんだけど、なんかそうなのよ。そう。でもさ、ティラミスってさ、チーズの味しないじゃん。なんか、なんて言うんだろうね。チーズしてないじゃないですか。そう、チーズケーキも好きなのよ。なんか、何が苦手だったんだろうね。なんかね、前なんか、あ、チーズをスイーツで食べるのが苦手かもしれないって思った時があったんだよね。本当に小学校の時。あ、チーズタルトかも。学校のチーズタルトがちょっと苦手だったのよ。そう、それでちょっと苦手だったかも。そう。なんか焼きプリンタルトもちょっと苦手で、タルトのあの外側の部分は好きなんだけど、なんか焼きプリンタルトも苦手。まあ小6ぐらいになったらなんかあれ意外と美味しいじゃんと思ったけど、給食のさ、なんかデザートにたまにチーズタルトみたいな、なんかチーズケーキタルトみたいなやつがあって、そう、それがねちょっと苦手だったんです。だから友達にあげてた。そう、けど意外と食べてみたら美味しい。でもそこからティラミスが大好きです。うん、いや給食センターが作ってはないかも。なんかさ、なんかこういうさ袋入りのやつあるじゃないですか。なんかなんだろうその日に作ったチーズタルトとかじゃなくてさ、ちょっと冷凍されたやつみたいな、多分そうだと思うけど知らんけど、うん、多分
その場で作ってはいないですね、さすがに。袋に入ったやつ、そう、ちょっと苦手だったけど、チーズタルトも焼きプリンタルトもなんかやっぱ年を重ねていくと美味しくなっていくんですよね。そう、苦手だったんだけど、小学校を卒業するてか普通に小学校5年生6年生とかになってきたら、意外とあれ美味しくないってなって、うん、美味しかった普通にね、不思議だよねと。でもコーヒーは飲めない本当に。サイゼリアンティラミス安くて美味しい。え、気になってる。なんかさ、前サイゼリア行った時に食べようかなって思ったんですよね。え、私ソロサイズ行ったんです、ちょっと前に。ちょっと前っていうか結構前なんだけど、じゃメール、私のメールを取ってくれたってる、メールを受け取ってくださってる方は分かるかもしれないけど、ソロサイズ行った時にデザートに、うわ美味しそうってなって、デザートにこれ食べようと思ってたんだけど、なんかお腹いっぱいすぎて入んなかったから、喫茶店入れないのサイズで。え、でもさ、チェーン店は行けるんですよ私。だってさ、誰が来たかも分かんないじゃん、誰が来て誰が出て行ったか分かんないじゃん人多いから。そうだ、喫茶店とかって意外とさ、こうマスター対私みたいなところも結構あるからさ、それがちょっと気まずいんだよね。気まずくてちょっと大人の空気だなって思う。タイでは高校生が、いや私そのそういうのがなんか好きなんですよね。なんか高校生が騒いでたりかと思えば、女性の方が一人で、わかるなんか、あ、いつものでみたいなね。でもなどっかの常連さんになりたいな、新規で美容室。そうね、美容室でもあんまり私知り合いのとこしか行かないわあんまり、学生なんてはるかも、学生の時代は全員にあるでしょ。いや私わかりますよ、なんか普通に青春は常にしてる気がする。で私一番青春してるなって感じるのは本当にチーム8にとのメンバーたちと笑い合ってる瞬間、もしくは宇多田と吉田がと喋ってる時間うん、
いつものでいいですかって向こうが言うまでと思う。確かに。でもさ、いつもので。まずさ。え、でもまずさんのメニュー量あって、いつものっていうぐらい同じの頼んでたら、もったいない。ミスター的にチームメイトで一番青春してるメンバーって誰ですか？吉田、宇多田、川原です。うちのサヤリンと、サヤリンもね、いつも一緒にいる。マジで今日もなんか永遠になんかくだらない話して、うん、なんかラーメン食べたいだのなんだの話してた二人で、うん、どうでもいいんだけどね。ちょっと公演あるから今日はやめとこうかな、食べたいけど。でも前さ、コンビニ多分近所の方なんだと思うんだけど、コンビニのなんかさ、店員さんがさ、後ろにさタバコがバーって並んでてさ、なんかあのあれでとかさ、何番でとかさ、なんとかなこうとかでみたいなで頼んでる人いるじゃないですか。それをさ、私会計、ま、お会計を後ろで待ってたら、店員さんが「あ、いつものいつものタバコですか？」って言って「あ、いつもので」みたいな、お客さんもその常連あるんだと思った。そう、なんか感動したでも実際に見たことがなかったからさ、感動しましたね。その常連もあるんだなって。うん。ラーメン屋で覚えられると嬉しい。ああ、確かに。なんか番号わかんない。なんかね、番号が振ってあるところは番号で言ったりするね。よくわかんない私。頼んだことあるわけじゃないからわかんない。なんかさ、パパとか。知り合いの人とかさ、前にレジやってる人とかさのやつを見てたけど、そう、いつものでいいですか。なるほどね、その常連さんもあるもんね。でもなんか喫茶店とかの常連さんになりたいな。それこそ赤レンガにいらっしゃったおじいさまおばあさま方みたいに、なんかあれが憧れる。パパちゃん、いや、ヘビスモーカーじゃないよ。なんならコンビニで買わないわ。そう、なんか電子おタバコにしてらっしゃる。でもコンビニで買うなってママから言われてると思う。多分はい、認知みたいなもん、間違いない。同じ時間帯で同じ席に座るという、なんか火花っていうドラマ、ネットフリー限定のドラマ、映画じゃなくてドラマのやつがあるんだけど、火花でその主人公が常連さんになるコーヒー屋さんがあるんだけど、コーヒー屋さんとかっていいよね。うん、素敵だなって思う。じゃあランキング読みましょうか。もう8時半とかでしょ多分。そう、又吉さんの火花、うん、
うわ、35分。体内時計がちゃんとしてますわ。若干の長くですが、ランキングを読みます。13位しんごさん、12位ひろくんさん、11位ピンクカメラさん、10位ひでじろさん、9位ミティトルナさん、8位ひさしさん、7位ジョークスノーさん、6位ジャリングさん、5位横江さん、4位ベルちゃん会長さん、ミスターノア、3位タイルさん、2位オムライスさん、1位アヌエさん、ミスターが最高でした。シルビアさん、1200日おめスタンプありがとうございます。ということで、1200日ありがとうございました。ということで、26日はサムネイル公演です。初めてのイエーイ。なんでそれを頑張ってきます。バイバーイ、さようなら。来れない方もオンデマンドで見てください。さようなら。6325人ありがとうございました。バイバーイ。